はい、どうもこんにちは。今日はちょっと洗車する時間はないけど、洗車機に行ける時間はできたんで、初めてこのワイド君を洗車機にワイド君入れに行こうと思います。まあ、いつもはほぼ手洗いなんですけど、どのぐらい綺麗になるのか、こんなガラスでいうとこんなボンネットも結構ちょっと分かりにくいな、こんなよく分からん。でここもこの水垢というかな。でこれを畳んだらハイエースでも全然いけるみたいなんで、あとそう上がない、いつも洗車の時ちょっともう上ほらこの砂ぼこり感、これ見えてるんかな。見えてる見えてる。あとこんなこことかも結構ほら飛んでるかも。雨の泥かな。取れんの？このなハイエース、この縁めっちゃガラスのな、洗車機に向かいます。はい。はい。はい、着きました。で、とりあえずちょっとまだ待ちあるんですけど、高さは。一応いけないもん、2.3メートル。で今回はシャンプーだけにしようか。シャンプーだけ。うん。はい、え、低ないこれ。このもの。ポイント使用しました。はい。じゃガッツミラー畳んでくるわ。何系のこれ？なあ、ちょっとドキドキする。緊張。はい、とりあえず、洗車機は無事通りました。めっちゃ気に入った。ちょっとビビっとったもんな、外で。ドキドキした。え、ってなったもん。じゃあちょっと軽く拭き上げて、どんなもんなのか、見ていく。OK です。拭きます。大量やん。あなたの分一緒に拭いた方が楽やん。そうやな。それこの間行ったコストコで買ったやつな。それがほんまにいいよ。どこ？普通に拭いたらいいの？うん。
今吹き上げ終わったんですけど、伝わるんかな、このただのこれ500円のシャンプー、シャンプー選手あっさよ、あ先汚れてたことこそでもいつもあの洗車後にバリアスコートってやつだけちょっと塗ってるんやけど、それがそれからコーティングってやつだ、あカピカや、お目目もカピカ、わかるかな、この手で洗うより綺麗じゃん、それはないでもむっちゃ綺麗な、寝れるぐらい静かに洗車できるな、お後ろもピッカピカです、上はちょっといい感じになってます、さっきどこやったっけ、この辺になんかめっちゃシミみたいなとか、ここの隙間になんか花粉みたいなタイヤの、まあ、泥とかこの辺にいっぱいついてたけど、あ、ね、ここ水あれあったな、うんうんうん、綺麗になくなってます、ピカピカ、まあ、ここも汚かったけどピカピカだ、すごい、これ冬あんな寒い思いしたのに、うん、絶対これでいけたんちゃう、いけたな、多分なパッと拭くだけで、うん、まあ、こんな感じやな、うん、どうでした、これやったら手伝える、これやったら気温12度以上12度以上これからも手洗いしつつ、たまに時間ないときはちょっとこういう洗車機も使っていこうと思いますんで、はい、以上、洗車機で洗いました、洗いました洗車機入れてみた、はい、入れてみた、はい、以上となります、はい、ありがとうございました、はい、またお願いします、はい。